はい、今回の旅ではアイコンファイアムにありますスターバックスリザーブチャオプラヤリバーフロントというところに行ってきました。いやー、広いっすね。広さは1260平米ぐらいと聞いております。さあ、今日はここの見学に来たということで、まあ一番安いアメリカーノを頼んで130バーツで、ぐるっと回ってみました。まずはここ7階なんですけども、さらにその上に階段で登ってみましょう。天井に見えてるオレンジとか白の形、今から出てきますけども、これはコムロウイって言って、タイの文化の一つになっているロイクラートの日に、これロイクラートの日に空中にゆっくり上げていくランタンをイメージして作っているそうです。綺麗ですね。そしてこの階段を上がってくると、この緑の壁の向こう、会議室ミーティングルームなんですよ。ここどうやって訳すんですかね。ここで会議してましたよ。2つ会議室があって結構使ってました。うん、こんなところで会議やったらモチベーション上がるんじゃないですかね。うん、この店はですね、スターバックスの中でもスターバックスリザーブというお店になっていて、より洗練されたコーヒーを楽しみたいお客様のための特別なブランドだということです。このリザーブストアっていうところでは、お好みのコーヒー豆をいろんな抽出方法で楽しむことができるということです。まあ見た感想は、この店は多くの人々が観光客ですね。で、たまにポロポロと出張者がパソコンを取り出してここで作業しているっていうイメージですかね。私が訪れたこの日は木曜日の14時ぐらい、2時ぐらいなので、人々、お客さんはこれぐらいの人数に収まっているようですが、週末とかはごった返していると聞いています。若者たちのデートスポットにもなっているようです。さて、では今から、外に出てみましょう。見えてきました、これがアウトサイド。やっぱりムッとしますね。さて、チャオプラヤ川が見えてきます。外に座っている方々はほとんどいなくて、記念撮影をしている方々が多いですね。アイコンサイアムの隣には高層コンドミニアムが映ったように立っています。はい、これら汚いチャオプラヤリバーです。私の世代ではですね、タイにメナム川ってあるって小学校で学んでいました。メナムっていうのはタイ語で川っていう意味なんですけど、川って当時は習ってたんですね。実はチャオプライヤっていう川の名前です。このリザーブストアでは自分の好みのコーヒー豆をバリスタと相談しながら選んで、そして抽出方法も選んで味わえるらしいです。このカウンターがその場所らしいですね。
あれ、コーヒーカップを捨てるところがないな。今探してるんですけど。ありました、ありました。このピンクのカップのパンツとかが気になったので見てみました。